すいません。ハイヒール履いてますよね。え、どうして？さっき音がしたから。コツ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 って。本当は足が痛いんで履かない方がいいんでしょうけど、仕事してるからハイヒールじゃないとカッコつかなくて。大変ですね。まあ。事故のあった日、私生まれて初めて一人で外を歩いたんです。私生まれた時からいつも誰かがそばにいてくれないとダメで、そんなんじゃいけないって思ったりもしたんだけど、親も無理に一人で出歩くことはないって。でもいい加減大人なんだし、自分を変えたかったから一人で街へ出てみた。そしたら神様は意地悪なんです。遥香さん、だからいいんです。もう無駄な努力はしない方がいいって分かったんです。さっきリハビリしないと何も始まらないって言いましたよね。私は歩けたって始まらない。この世に生まれてきた時に全て終わってたんです。何もそんな風に。あなたとは違う。あなたは鼻をきれいだって言えるじゃない。あなたはハイヒールだって履けるじゃない。キャリアウーマンで仕事もできて、好きな時に好きな場所に行けて、あなたは何だって思い通りにできるじゃない。でも私にはできない。花の色だってわからないし、ハイヒールだって生まれてから一度も履いたことない。リハビリしないと何も始まらない、言うのは簡単よね。でも私はリハビリした足が治ったって一人じゃ歩けない。歩いたらまたきっとひどい目に遭うに決まってる。この怖さがあなたにわかりますか。いつも誰かにだよって、人に迷惑かけてないと一人で歩くことさえもできない、この悔しさがあなたに分かりますか。あなたに私の気持ちなんて分かるわけない。無神経に偉そうなこと言わないで。